報をお送りしていきます。先ほど山口さんの電飾の木かつ電飾の輪もご覧いただきましたけれども、すごくなかったですか？一人ですね、ちょっと召喚させてしまいました。可愛いんですよ、このサンタさんも。よく見るとしっかりお顔もついていて、あと髪の毛まであるんですよ。白い髪の毛がついていて、なんて可愛らしいにこやかな表情なんだろうと。細かいですよね、山口さん。ぐっさんの本気すごすぎと、服可愛いと、でお靴までしっかりやって、いやニコニコサンタさんで、そうこういうサンタさんいたら嬉しいですよね。ここに載せておきたいですもん、載せられることなら。無理ですけれども。ちょっとね、さすがに厳しいです。これならできるんですけど、あ、ちょっと無理ですね。でも本当に可愛いんですよ、これつけておきたいですもん、どこかに。これいいですよね、本当に。うん、クリスマス終わるまでにね、こういう風に楽しめたらいいなと思うんですけれども。どうですか、これ分かりますか？ちょっとサンタさんだと分からないかもしれないですね。僕は見えます？私にこうするとお顔は見えるんですけど、皆さんはお尻が見えちゃうっていう。でもどうでしょう、登ってる感じがしますか？このままもし大丈夫でしたらぐったり。でもどう、でも分かりますね、今いいと思いますよね。これいいですねって来てますよ、可愛いって。じゃあこれでお送りしていきます。山口さんありがとうございます。ちょっとパソコンにつけさせていただきました。どうですか、でもいいですよね、ほら。連行されてるみたいですもんね。そうそうそう。ラストブロックね、30分ちょっとこれでお送りしていきたいと思いますので。わかりました、ありがとうございます。はい、皆さんも素敵なサンタさん、素敵なクリスマスをお過ごしください。ではでは、皆さんからいただいたリポートで皆さん